37town.net 10周年を10回言ってください。37town.net 10周年、37town.net 10周年。37town.net 10周年。おめでとうございます。いや、そうじゃなくて。エンジョイパチンコライフ。ザ・イクサ、ルールを説明します。実戦時間は5時間、投資上限は無制限、パチンコ、パチスロ、どちらでも OK な自由な立ち回り。プレイヤーは1日の最高出玉で競い合ってもらいます。お願いします。さあ、朝一、私いつもだったら真っ先にね、スロットコーナーに行くんですけれども、今日はパチンコから行こうかなと思ってます。あ、違う、これにします。キャプテン翼ね、ガロと同じようなマックスでで2分の1で各編、そして2000発ね、オール2000発と、まあまあ乗るか乗るかどっちかの台だと思いますので、この子で行きたいと思います。ザ・イクサ。はい、じゃあ行きます。ね、新台だし16台全部であるので、まあ、プライベートではスロが本当にね9割ぐらいはスロで、パチンコほとんど打たないんですけど、ちゃんと打ってきました。まあ、とりあえずこのボールは友達っていうのが疑似連になっておりまして、あとはあのガロより保留の色が変わりやすいかなと思っております。青、このボールが今白なんですけど、青、緑、赤、3種類ありまして、あと色変化の他にあのフェニックスだったりとか他にもあるので、でも私がこの間打った感じではやっぱ出にくいですね。そっちは色変化がメインです。ちょっとお隣角台に移りたいと思います。すいません。ザ・イクサ。よし、2台目、角台に映りました。私ね、パチンコ波は、これでからのです。でもな、
ですね。ホイッスルが入って、これが一応図柄も燃えてもチャンスアップも入って、あのフェニックスがチャンス目成立なんですけど、どうだろう、今2回転2回転目ですよ。緑これがウィット取れた。オートモチューカルテット効力を上げて翼くんの攻撃を防ぎました。翼くん、2回転目息が詰まった今。一番今最新隊がルパンなんですけど、あーもうルパンからはドル箱積み上がってますね。いやでもね、向こうはもう 394.8分の1かで 60% より、まあ2000発ご注意翼で今日は行きましょう。ザ・イクサー、なんだかんだでも結構使ってるんですけれども、まあまあまあ2000発を思えば当たればでかいので、マックスはねハイリスクハイリターン上等なので、であとはね諦めない心、信じる心です。七子ちゃんが今3万何発でしょうね。でしかも出したの確かルパンかなんかだったと思うんですよね、前のルパン。ってことは随分ね書き換えられてないと思うので、記録が。なので今日こそはと思ってるんですけれども、投資の方が今13本ですね。まあでも投資はねこの番組関係ないので、もう出玉勝負ということで大当たりしていかに連チャンを伸ばすことができるか。一応 ST なんですけれども、まあね154回かなの ST で、 ST 中の大当たり確率が102.608分の1、一応継続率的には 78% なので全然10連以上で、しかもこれ2000発オーバーなので3万発って言ったら15連、ミッドフィルダーになれ可能性ありますからね。スペック的には申し分ない、ただ私の引きがどうなのかどうかっていうね、人間スペックも問われると思うので。ザ・イクサー、はい、では中間報告というかホール内、店内見ていきたいと思います。まずはねガロですよ。玉三郎さんといえばやっぱりガロ、本時期がねに慣れが強いんですけれどもね、やっぱり注目、今大注目が最新代のルパン三世、いいですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 箱、うーんいいですね。翼くんがねちょっとね、私も含めね皆さん周りもちょっと元気がないかなといった感じなんですけれども、スロットコーナーは結構今新台が8月に入ってから入ってまして、ジャッカスチーム、ボーノブレーカー、あとストライクウィッチでねこの辺り入ってたりとか、さらにはオキドキがね2列あるんですけれども、わあいいですね。今のところパッと見た感じで、そうですね、やっぱり定番のオキドキ、あとは
ジャグラー花々コーナーかなとかは優秀台がありそうな感じですね。ザ・イクサね、キックオフしてまいりたいと思います。あの差し入れでレッドブールいただいたのでね、翼を授ける翼くんに頑張ってもらいましょう。本当お願いします。今総投手の方が全部で28本。うん、いやー今日の翼くんがちょっとね、思った以上にこう私が多分いいトスをしてあげられてないんだと思うんですけれども、なかなか厳しい翼くんですね。これでも弱い、もう1回はいかないし、ボールは友達血をぎじりましたけれども、お願いもう一回、もう一回、もう一回、ボールは友達、お願いします。これ多分今まで打った中で一番熱い、予告的には。まあここからですけれどもね、ボールはここが赤くなったので、赤、もう一回ね、お、3回ボールは友達、お願い、反撃しよう、反撃、ここからですよ、ここから、や
ントが入って、お願い、ここからですよ、反撃からのなんですよ。あとは絡んでほしいのは翼くんの必殺技のスペシャルドライブシュート行ってくれれば、そうしたらある。その演出によって ST かどうかっていう、いやー、やっぱスペシャルドライブシュート、あと10番の照明予告、4台チャンスアクションが2つ絡みましたので、この宿命バトルで翼くんが、あ、翼くんたら ST に、まずここでタイガーショットを打ち返せるかどうか、これで今失敗してるんですけど、それでもボール連打でこれでボールを奪うことができれば、あ、いった、これで ST 行きます。よかった、よし、これで ST に突入します。よかったでございます。 51% の方選ばれました。ねえ、名の通り勝利の道を歩んでいきたいと思います。なんとしてでも時間前にゴールを奪いたい。緑かー、お願い、これ赤まで行け、うわー弱い、2かお願い、あかん、立花くんビジョンオブ翼が緑ですか、つい、あ、いった、あ、弱いと思ったけどいった、しかも残り10回、ありがとう。どんな数字で当たっても7になりますので、あー嬉しい、ありがとうございます。いやー、ドキドキさせますね、ほんと。あ、赤赤赤赤きた、赤きた、この辺どうですから、赤赤来て、あれ弱い、しかも4、大丈夫かな、ちょっと不安ですよこれ。止めてね、
ですよね。止めたと思ったらこうシュートと。79回転。ああよかった。赤穂龍やりました。はあ。ハラハラしますね。あ、緑。あ、来ました。早い早い。20回転緑保留で、しかもねビジョンオブ翼も緑だったんですけど当たりました。よし、やったー。4ですね、結果4。粘ったからね、からこその大当たりをつかめたのでよかったかなと思います。ザ・イクサ。はい、次戦終了、お疲れ様ですね。ちょっとオープニングがそういえば自己紹介してなかったんですけど、今更ながら綾瀬桃です。はい、実践してきました。キャプテン翼を朝から、来まして、ね、マックスタイプの洗礼を、ね、受けました。獲得データマーが7816個ということで、はい、ちょっとねやっぱりね3万発への道、ポテンシャル的にはね台はあるんですけれども、ちょっと私の腕が悪かったといいますか、はい、周りの方たちはねうまい方たくさんいて、はい、3万発どころかねデータ見ると19連とかいましたけれども、スロットコーナーはね私今日打たなかったんですけれども、やはり台数の多い置き時とかね、そのあたりが状況がいいかななんて思いました。まあ玉三郎さんね、ザ・戦はまだまだこれからも続いていく予定ですので、はい、私もまたね今度こそといったところでリベンジさせていただけたらいいなと思います。まだまだこれから猛者がね登場すると思いますので、お楽しみください。それではさよなら。YouTube はこんなに楽しい。人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる。人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く。 YouTube ダウンロードしてね。えいえい。